もうひと掘り。続いてはもうひと掘りです。はい、鉛筆にまつわるこんな言葉、聞いたり使ったりしているでしょうか。はい、鉛筆なめなめ。これあるランキングの第3位なんです。職場の先輩が言っても若い後輩に意味が伝わらない言葉、すれ違い社会人用語を大塚製薬が調査しランキングを発表。世代間で認知度の差が大きかった用語の第3位が鉛筆なめなめでした。街で社会人に聞いてみると、いや多分知らないうちに使ってると思いますね。鉛筆なめなめ感じで使ってるな。使ってます。気持ち悪い。確かに。なめるって何。確かに。鉛筆転がしたりするのは結構運次第みたいなとこあるんで、それで運に頼るみたいな意味かなと思います。それは鉛筆コロコロでは。え、鉛筆なめなめなんですか。おまけしてよみたいな。そうそうそう、ちょっと、はいはい。正解は大塚製薬が制作したアニメでどうぞ。予算もっと取りたいね。鉛筆なめなめ考えてくれる？舐めてみます。待って。鉛筆なめなめは都合のいい数字を書こうと考え込む様子。なめなめはなめながらの意味です。すれ違い社会人用語の第2位は四品ではありません。よしなにです。昔言葉みたいなおじさんの使う言葉かなって思いました。うんうんうん、これ言われたことあるんですよ私。よしなに頼むねみたいな。最初よく分かんなかったっていうか、キョトンとしちゃったっていうのはありますね。笑ってはいって言うしかなかった記憶がありますけど。あとはよしなに頼むね。はい、吉田に頼みます。吉田やばいんですよ。同期の中でもリーダー的な存在で、入社した頃からもうすでに頭角を表していました。吉田にはですね、いいようにうまくいくように考えてという意味で、相手に任せる時の言い方です。そしてすれ違い社会人用語の第1位は一丁目一番地です。この人も国会での演説で使っていました。一丁目一番地は経済です。一丁目一番地、何言ってんだろうこの人って感じ。どういった感じで使いますか。例えば自分の得意なこと、これは俺の一丁目一番地だよみたいな、そういう言い方。一丁目一番地も分かんないですね。私これ初めて聞いたんです。あ、そうですか。新入社員なんですけど。え、あ、そうですか。使いますね。いろはの意みたいな感じで、まさに定番というか、ね、定番ですね。これはこれだろうっていう時は一丁目一番地ですね。こっちは分かってくれてるだろうなと思って使ってますけど、どうなんだろうねうちは普通にハテナマーク出されるけど、ね、あ、このプロジェクトは一丁目一番地の仕事だ。一丁目一番地。あ、地図の仕事ですね。いや違う。一丁目一番地は何よりも優先して取り組むべき重要な課題や案件のことです。こうした社会人用語が原因で会話がすれ違った経験があると答えた人は20代でおよそ5割、40代以上では7割以上に上り、多くの人が世代間ギャップを感じていました。若い世代の方が知らないということはどうですか。あ、まあ、でもゆくゆくわかんじゃないですかあの、自分らもよく若い頃わかんなかったけど、だん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 分かってくっていうのが、いや、ちょっともういらないかなっていうのは。使いたいとは思わないですけど、これが使われてるってことは知らないと自分が損することになるのかなとも思いますね。いや、使わないんじゃない。もう古い言葉はやっぱり消えちゃうからね、やっぱりね、どうしてもね、しょうがないですよね。それ社会人用語の中にはさまざまな世代間ギャップ感じる言葉ありますよね。実際ありますね。普段ね、我々もありますけれどもね。よ
吉名にね、うん、先輩たち使ってる、結構社内で飛び交ってる気がします。これは聞く聞く、うん、まあ、一丁目一番地本当政治家の皆さんよく使いますけれども、はい、うんうん、これはよく出てきますね。鶴岡さん、まあ、野球用語、うん、野球界だとあるんですか、その先輩プロ野球選手が後輩と接した時に全然通じなかったとか。それ聞かれてすごい考えたんですけど、うん、僕があのバッテリーコーチやってた時に若い20代前半の選手に、このバッターやりやから、やり、あのまっすぐ行く時気をつけろって、やりってどういう意味ですかって言われて、やりってこうストレートに強いバッターって意味なんですよ。やりのようにまっすぐ、そうそうそう、あ、ストレートに強いバッターのことバッターことをやりって言うんですけど、だからそのやりが通じなかったんで、ちょっとこれ僕ちゃんと言葉調べないとな、そう考えないとなと思いましたね。それは先輩からずっと言われてきた、先輩からずっと言われてたんで。なるほど、これ各業界ありそうですね。確かに確かに、うん、須田さんはどうですか、社会人になって、まあ、そもそも法律の世界、言葉自体が難しいんですけど、まあ、そうですね、でもあの普通、私は普通の別に法律用語だとは思わず使っていて、うん、配布物を考えるときに、これ、はい、ペライチでいいんじゃないって言ったら通じなくて分かる人に、はいはい、あれ、それはどう捉えちゃったの、ペライチをどう、いや、ええっていう、キョトンっていう感じでした。何の想像も働かなかった要は紙一枚ってことですよね。そうですね、一枚にまとめてほしいっていう趣旨だったんですけど、うんうん、じゃあ今度から一枚にまとめてって言うしかないですよね。ペライチでお願いじゃなくてね、そうか、ペライチも使いますけどね。ペライチも、まあ、割と聞く方かなと思いますけども ね、 そ う、 ね、でそういうすれ違いがあるのはこの言葉だけじゃなくて、はい、他にもいっぱいあるんですよね。他にもありまして、いくつかご紹介します。どうでしょうか、ネゴル、テベント、全員野球、テレコ、ガラガラポン、丸める、行ってこいなど、これらがですね、世代間ギャップのランキング上位だったんですよね。鶴岡さんはどう、この中で言うと気になる言葉テレコですかね、テレコ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 、そもそもどうやって読むのみたいな、テープレコーダーじゃないですよね。違いますよ、あの用例としてはですね、20ページと21ページが、あ、テレコですねみたいな、これ意味は順番が入れ替わっていることを言います。でこれ今読み方テレコテレコって言ってましたけど、これ実は歌舞伎に由来する言葉、まあ、日本語なんですよね、これね。これそう、だからカタカナで来ると英語の何か単語をくっつけたんじゃないかと思ってたんですけど、ね、造語じゃないっていう、いや知ってたんですけど、でもあの僕英語圏だと思ってました。なんか英語圏から来た言葉でこう順番に順番にやるってことだと思ったら、はいはいはい、そっか、日本由来の言葉なんですね。そうですね、これは知らなかったな。須田さんはどうでしょうか。先ほど出ていたのだと、うん、手弁当はものすごくよく使います。手弁当、手弁当、はい、あの弁護士の人権活動ってほぼほぼ手弁当なので、お今ナチュラルに使いましたけど、かっこいい、かっこいい、ちょっと解説いただいていいですか、手弁当。はい、単にやっぱりその、うん、無報酬っていうだけじゃなくて、うん、むしろ自分で交通費出したり、自分の お財布からお金出してやってることっていう感じですね。そうですね、これ若手にちょっと手弁当だけどって言ったら、あ、先輩ごちそうさまでした、それ先輩の手作り弁当をもらえるんじゃないかみたいな、美味しいあったかいお弁当っていう感じで、ね、これは多分世代によって、うん、実際使ってる方いると思いますね。まあ、他にもいろいろ気になる言葉ありましたけれども、まあ多分これで、多分なんつうんだろう、話盛り上がりますね。いくらでもいけそうな、ね、ガラガラポンとかね。ガラガラポンはまあおそらくあのガラポンってあの抽選機がありますね。マジですね、これ。そうそうそう、これこれ。でそこから由来してるんじゃないかと言われてますけど、企画一旦ガラガラポンにしようってことで、うん、まあ一旦全部あの箱の中に入れてね、まとめてもポンとこう分け改めてこう出すっていう、うんうんうん、まあ、そういう意味合いということなんです。まあ、比較的これも私は使うかなと思って。これは使います、うん、多分一回ちょっとまとめてみたいな時にね。普段堀さんと会話してて一回も聞いたことない、うん、そうですか、そっかそっか、うん、いやでもあの本当に今世の中カタカナの言葉もすごい多くなってきたので、はい、あの最近コラボレーションなんて言葉、コラボコラボ言います。だからこれだいぶあのもう認知度得たからコラボって言うけど、僕たちもあの新しい言葉をすぐパッと言わないでね、ちゃんとこうちょっとうまく噛み砕いて皆さんにねお伝えしていきたいなと思っておりますね、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。よしなよしな